テブプロテアーゼの構造。基質とのペプチド結合を黒、触媒残基を赤で表す。プロテアーゼは、タンパク質をより小さなポリペプチドや、単一のアミノ酸への分解を触媒する、加水分解酵素の総称である。ペプチダーゼやプロテーナーゼとも呼ばれる。それらは、水が反応して、結合を壊す、加水分解によって、タンパク質内のペプチド結合を切断する。 プロテアーゼは摂取したタンパク質の消化、タンパク質のイカ作用、細胞シグナル伝達など多くの生物学的機能に関与している。プロテアーゼのような不可的な助力機構がない場合、タンパク質分解は非常に遅く何百年もかかる反応である。プロテアーゼは植物、動物、バクテリア、個細菌などあらゆる形態の生命体やウイルスに見られる。それらは 独立して修練進化しており、異なるクラスのプロテアーゼは完全に異なる触媒機構によって同じ反応を実行できる。プロテアーゼは大きく分けて7つのグループに分類される。プロテアーゼは1993年に進化的関係に基づいて最初に84ファミリーに分類され、セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギンプロテアーゼ、 メタロプロテアーゼの4つの触媒型に分類された。スレオニンプロテアーゼとグルタミン酸プロテアーゼは、それぞれ1995年と2004年まで、記載されていなかった。ペプチド結合を切断する機構は、システインとスレオニンを持つアミノ酸残機、または、水分子が、ペプチドカルボキシル元を攻撃できるように、嗅覚性にすることである。 嗅覚試薬を作成する一つの方法は、ヒスチジン残器を用いて、セリン、システイン、またはスレオニンを嗅覚剤として活性化させる、触媒散残器である。ただし、嗅覚試薬の種類は、様々なスーパーファミリーで、修練進化しており、一部のスーパーファミリーは、複数の異なる、嗅覚試薬への分岐進化を示しているため、 これは進化的なグループではない。ペプチドリアーゼ2011年に第7の触媒型のタンパク質分解酵素であるアスパラギンペプチドリアーゼが報告された。そのタンパク質分解機構は過水分解ではなく脱離反応を行う珍しいものである。この反応では触媒アスパラギンは適切な条件下でタンパク質中のアスパラギン残機でそれ。 自体を切断する感情の化学構造を形成する。その根本的に異なる機構を考えると、ペプチダーゼに含まれるかどうかは議論の余地がある。プロテアーゼの進化的、スーパーファミリーの最新の分類は、エリップスデータベースにある。このデータベースでは、プロテアーゼを、構造、機構触媒残期の順序に基づいて、最初に、クランによって分類している。各 クラン内でプロテアーゼは配列類似性に基づいてファミリーに分類される。各ファミリーには何百もの関連プロテアーゼが含まれる場合がある。現在50以上のクランが知られており、それぞれがタンパク質分解の独立した進化的起源を示している。また、プロテアーゼはそれらが活性を発揮する最適な pH によって分類されることもある。 タンパク質分解に使用される二つの加水分解のメカニズムの比較。酵素は黒で、基質タンパク質は赤で、水は青で示されている。上のパネルは酵素が酸を使用して水を分極し、次に基質を加水分解する一段階の加水分解を示している。下のパネルは酵素内の残気が活性化されて嗅覚剤として採用し、 気質を攻撃する2段階の加水分解を示している。これにより、酵素が気質の N マッタン半分に共有結合した中間体が形成される。第2段階では、この中間体を加水分解するために、水が活性化され、触媒作用が完了する。他の酵素残機は、水素を共有及び受容し、反応機構に沿った電化蓄積を静電的に安定化させる。 プロテアーゼはアミノ酸残器をつなぐペプチド結合を分割させることで長いタンパク質差をより短い断片に消化することに関与している。今日では切断位置によるエキソペプチダーゼとエンドペプチダーゼの分類が広く用いられる。触媒作用は2つの機構のいずれかによって達成される。タンパク質分解は非常に無差別な可能性があり。 広範囲のタンパク質気質が加水分解される。これはトリプシンのような消化酵素の場合で摂取したタンパク質の配列をより小さなペプチド断片に切断できなければならない。無差別プロテアーゼは通常気質上の単一のアミノ酸に結合するのでその残機に対してのみ得意性がある。例えばトリプシンは配列 K または r に 特異的である。逆に、一部のプロテアーゼは、非常に特異的であり、特定の配列を持つ機質だけを切断する。血液凝固及びウイルスポリンタンパク質処理は、正確な切断イベントを達成するためにこのレベルの、得意性を必要とする。これは、指定された残機に結合するいくつかのポケットを備えた、長い結合孔、またはトンネルを有するプロテアーゼによって達成される。 例えば、テブプロテアーゼは配列。インディーク S、S に特異的である。プロテアーゼは、それ自体がタンパク質であるため、他のプロテアーゼ分子によって切断される。これは、プロテアーゼ活性の調節方法として機能する。一部のプロテアーゼは、自己分解後に活性が低下するが他のプロテアーゼは、活性が高くなる。プロテアーゼは、原核生物から、真核生物。 ウイルスに至るまで、あらゆる生物に存在している。これらの酵素は、食物タンパク質の単純な消化から高度に、制御されたカスケードまで、多くの生、化学的反応に関与している。プロテアーゼは、タンパク質のアミノ酸配列に応じて、特定のペプチド結合を切断するか、またはペプチドを、アミノ酸に完全に分解するかのいずれかである。その活性は、破壊的な変化。 機能の活性化、またはシグナル伝達経路のシグナルとなることがある。植物精錬ネットと呼ばれるプロテアーゼを含む植物樹液はヨーロッパや中東で何百年にもわたって高射チーズやハラールチーズの製造に使用されてきた。ウィザニア・コアギュランスから取れる植物精錬ネットはインドア大陸で消化不良や 糖尿病のアーユルベーダ治療薬として何千年もの間使用されてきた。またパニールの原料としても使用される。植物ゲノムは大部分は未知の機能を持っている。何百ものプロテアーゼを符号化している。機能がわかっているものは主に発生調節に関与している。植物プロテアーゼは光合成の調節にも関与している。植物にはプロテアーゼを豊富に含むものがある。 プロテアーゼは様々な代謝プロセスのために生物全体で使用されている。胃に分泌される酸性プロテアーゼや十二指腸に存在するセリンプロテアーゼによって食物中のタンパク質を消化することができる。血液中の血清中に存在するプロテアーゼは血液凝固や血栓の溶解及び免疫系の正しい働きに重要な役割を果たす。 その他のプロテアーゼは白血球に存在し、代謝制御においていくつかの異なる役割を果たす。ヘビ毒の中には、マムシの血毒素のようなプロテアーゼもあり、犠牲者の血液用コカスケードを妨害する。プロテアーゼは、ホルモン、抗体、または他の酵素のような重要な生理学的役割を果たしている他のタンパク質の寿命を決定する。これは、 生物の生理学における最も早いスイッチオンとスイッチオフの調節機構の一つである。複雑な協調作用により、プロテアーゼはカスケード反応として進行することがあり、その結果、生理学的シグナルに対する生物の応答の迅速、かつ効率的な増幅される。バクテリアは、タンパク質のペプチド結合を過水分解するためにプロテアーゼを分泌し、 タンパク質を構成アミノ酸に分解する。タンパク質のリサイクルの中で、地球規模の炭素と窒素の循環にとって、細菌や真菌のプロテアーゼは特に重要で、そのような活性はこれらの生物の栄養シグナルによって制御される傾向がある。土壌中に存在する何千もの種の間で、プロテアーゼ活性の栄養制御による賞味の影響は、タンパク質が炭素、窒素、または 医療の制限に応じて分解されるように、全体的な微生物群レベルで観察することができる。細菌には、変性タンパク質を分解することにより、一般的なタンパク質の品質調整に関与するプロテアーゼが含まれている。分泌された細菌性プロテアーゼはまた、外毒素として作用する可能性があり、細菌性病院の病原因子の一例となりうる。 細菌性外毒素プロテアーゼは細胞外構造を破壊する。納豆菌はフィブリンを溶解する納豆キナーゼを含有する。一部のウイルスのゲノムは一つの巨大なポリタンパク質を符号化しており、これを機能的な単位に切断するためにプロテアーゼが必要である。これらのプロテアーゼは高い特異性を持ち、非常に限られた範囲で基質配列のセットのみを切断する。 したがって、これらのプロテアーゼは、プロテアーゼ阻害剤の一般的な標的である。プロテアーゼ研究の分野は広大である。2004年以降、この分野に関連する論文は、毎年約8000本が発表されている。プロテアーゼは、産業、医療、生物学で、基礎研究ツールとして利用されている。 消化プロテアーゼは多くの洗濯洗剤で使われる成分であり、またパン業界では生地改良剤として広く使用されている。様々なプロテアーゼがその本来の機能、または完全に人工的な機能の両方のために医学的に使用されている。テブプロテアーゼやトロンビンなどの非常に特異的なプロテアーゼは一般的に融合タンパク質や タンパク質タグを制御された方法で切断するために使用される。プロテアーゼの活性は、プロテアーゼ阻害剤によって阻害される。プロテアーゼ阻害剤の一例として、セルピンスーパーファミリーがある。これには、α1、アンチトリプシン、α1、アンチキモトリプシン、C1、インヒビター、アンチトロンビン、プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1、およびニューロセルピンを含む。 天然プロテアーゼ阻害剤には細胞の制御と分化に役割を果たすリポカリンタンパク質のファミリーが含まれる。リポカリンタンパク質に結合した新油性リンガンドは主要プロテアーゼ阻害作用を有することが見出された。天然プロテアーゼ阻害剤を高レトロウイルス治療で使用されるプロテアーゼ阻害剤と混同してはならない。HIV、エイズを含む一部のウイルスは 生殖周期においてプロテアーゼに依存している。そのため、抗ウイルス手段としてプロテアーゼ阻害剤が開発されている。他の天然プロテアーゼ阻害剤は生物の防衛機構として使用されている。一般的な例として、いくつかの植物の種子に含まれるトリプシン阻害剤は人の主要な食用作物である大豆において最も顕著で捕食者を思いとどまらせるために採用する。 生大豆は、含まれている、プロテアーゼ阻害剤が編成されるまで、人間を含む多くの動物に毒性がある。ありがとうございます。